最近、今後の健康のことを考えて、行動を起こしているんです。突拍子なくないです。大事な人とお年寄りになっても、一緒にいるためには、健康第一なんですよ。運動というより、まずは、運動のための筋力トレーニングができる程度の体力を作る段階というか。コホン、そんなのは言わなくてもわかるはずです。私たちは通じ合ってるんですから。あ、本当ですか。だったらちょうどいいですね。私の方がお姉さんなので。